荒垣、大外、甲斐の折り返し、甲斐が押した、押し込んだ、3対2、前半で追いつかれた岐阜、勝ち越します、まあ、同点に追いつかれる PK のきっかけを作ってしまった甲斐、まあ、彼がセットプレーから取りました。